キロロードレースに参加される選手の皆様にご案内いたします。最終コールは国立広場で行っております。熊野地30キロロードレースの選手最終コールは8時40分に終了いたします。繰り返しご案内いたします。花木駅伝熊野地30キロロードレースに参加される選手の皆様にご案内いたします。最終コールはリプレス広場で行っております。熊日30キロロードレースの選手最終コールは8時40分に終了いたします。参加ランナーの皆様にご案内いたします。この後8時35分をもちましてスタートブロックが閉鎖となります。お時間を過ぎたランナーは最後尾からのスタートとなりますのでご注意ください。まだスタートブロックへ入られていないランナーの方がいらっしゃいましたら至急スタートブロックへお入りください。指定入口閉鎖後は最後尾からのスタートとなりますのでご注意ください。繰り返し参加ランナーの皆様にご案内いたします。この後8時35分をもちましてスタートブロックが閉鎖となります。お時間を過ぎたランナーは最後尾からのスタートとなりますのでご注意ください。まだスタートブロックへ入られていないランナーの方がいらっしゃいましたら至急スタートブロックへお入りください。指定入口閉鎖後は最後尾からのスタートとなりますのでご注意ください。ランナーの皆様、おはようございます。まもなく熊本城マラソン2023のスタートとなりますが、ここで今大会のゲストランナーの皆様のご紹介とランナーの皆様への応援メッセージをいただきたいと思います。まずは元競泳日本代表選手松田丈志さんです。今大会では歴史巡りフルマラソンへご出走いただきます。それでは松田さんよりご挨拶とランナーの皆様への応援メッセージをお願いいたします。皆さんおはようございます。元競泳選手の松田丈志です。まずは3年ぶりの熊本城マラソン開催本当におめでとうございます。いや帰ってきましたね。私フルマラソン5回目なんですけど、地元九州で走るのは初めてですし、今日目標サブ4を目指して頑張りますんで、参加する皆さん一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。続いて同じく歴史巡りフルマラソンにご出走いただきます HKT48 の市村愛理さんです。よろしくお願いします。おはようございます。 HKT48 の市村愛理です。今日は本当に初めてのフルマラソンなのですごい緊張してるんですけど、今日走る皆さんと一緒にゴールを目指して頑張れたらいいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。同じく歴史巡りフルマラソンにご出走いただきます熊本城マラソン2023公認インフルエンサーのキャッスルひとみさんです。お願いします。皆さんおはようございます。キャッスルひとみです。皆さんはじめまして。キャッスルありがとう。本当に何度でもよみがえる熊本城、それに私は人生を重ねて毎日頑張ろうと思って過ごしてきました。本当に3年ぶりの開催、心より皆さんおめでとうございます。私は3週連続フルマラソンの2週目になります。皆さんに負けないように今日はサブ4を目指して映画のレポートも頑張りながらやります。では皆さん今日は最後までえいえいおー頑張りましょう。ありがとう。ありがとうございました。それでは引き続きランナーの皆さんの応援よろしくお願いいたします。
ランナーの皆さん、スタートまでもう少しです。まもなくスタートブロックが閉鎖となります。各スタートブロック内でお待ちください。繰り返しご案内いたします。ランナーの皆さん、スタートまでもう少しです。まもなくスタートブロックが閉鎖となります。各スタートブロック内でお待ちください。では引き続きゲストランナーの皆様からランナーの皆様への応援メッセージをいただきたいと思います。今大会城下町ファンランにご出走いただきます女優の岡美津子さんです。お願いします。おはようございます。岡美津子です。20年ぶりで走り始めました。筋肉と、有酸素運動と、お食事だとか、そういうものをきちっと、取るようにここずっと努めておりますが、今日はなんか3年ぶりでおめでとうございます。皆さん頑張りましょう。ありがとうございました。そして同じく城下町ファンランにご出走いただきますお母さんと一緒10代目体操のお兄さん佐藤博子さんです。お願いします。皆さんおはようございます。帰ってきました。熊本城マラソン、フルマラソンの皆様、体調を整えて最後まで頑張ってください。ファンランの皆さん、今日は一緒に走ります。最後までよろしくお願いします。ひろみつ、ありがとうございました。佐藤さんには入手していただきます。ひろみつお兄さん、熊本城二の神広場特設ステージにおいてもトークイベントを行っていただく予定です。それでは引き続きよろしくお願いいたします。私挨拶しました。30分前です。金国記念熊日30キロロードレースに参加される選手の皆様にご案内いたします。最終ゴールはビプレス広場で行っております。熊日30キロロードレースの選手最終ゴールは8時40分に終了いたします。雨降ってないかも。ランナーの皆さん、まもなくスタートブロックが閉鎖となります。今雨降ってないです。それでは引き続きゲストランナーの皆さんからランナーの皆さんへの応援メッセージをいただきたいと思います。6番のキートークの寺中さん、小野さん、首藤さん、八木さんです。どっかにね、多分いると思うんだけど、キートークの皆さんには会場を流れております楽曲、応援と大会公式ゲームとしてご提供いただきます。はい、皆さん、はい、また後でスタート前すぐね、また後でスタート前します。バイバイ。